田中茂穂9月15日から1982年10月11日は日本の政治家。鹿児島県議会議員、参議院議員、行政管理庁長,長官を歴任した。鹿児島県出身。福岡県立福岡中学を経て、1937年に東京農業大学を卒業。戦後の1947年から、 鹿児島県議会議員を3期務め、その間に県議会議長、自由民主党鹿児島県支部連合会長などを歴任。1956年7月の第4回参議院議員通常選挙に鹿児島県選挙区から自由民主党公認で立候補し当選したしげなり角がその3ヶ月後に病気で急性したことに伴い、 同年11月に実施された補欠選挙に立候補し当選。以後、第6回参議院議員通常選挙、第8回参議院議員通常選挙で再選され3期、務め、1974年7月の第10回参議院議員通常選挙には出馬せず、引退した。参議院議員としては、議員運営委員長、自民党参院国会対策委員長、 自民党参院幹事長、自民党参議院議員副会長などを務めた。また、第2次池田内閣の大倉政務次官、第1次佐藤内閣の国務大臣を歴任。その他、全国新連協会会長、農林中央金庫審議員、全国農業協同組合中央会、全国農業会議所、 全国新聞情報農業共同組合連合会、家の光協会などの理事を務めた。ありがとうございます。